さて、今日も今日とてレイドタイムということで私とふさおさんでレイドに向かいたいと思う。悪い男なので毎日ぐらい物資があるならレイドしたいところだが、物資は限りがあるためそういうわけにもいかない。では用意をしたらレイドに向かいたいと思う。ふさおさん、行きますか。ではふさおさん、出発しますか。新たなレイドへ。はい、了解です。私が運転していきましょう。さて、敵拠点へ向かう途中であいにくの雨になってしまった。仕方がない。ふさおさん、近いですか。了解です。ではこの辺りに車を止めて行きますか。おっと、どこです。全然見えないですね。あった、ありました、ありました。これですね。やばい、やばい、やばい。ありましたね。よし、じゃあ一旦近くに止めますか。了解です。よし、では一旦この辺りに止めて拠点の偵察に行きますか。よし、目印を立てて OK ですね。あ、了解です。では爆弾は私が持っていきますね。クレームを。 OK です。11個持てました。ああ、そうですね、確かに周りに何か地雷とか仕掛けられてたら誘爆で全部飛んじゃいますね。一旦まずは偵察からにしますか。了解です。では戻していきましょう。おっと、こっちですか。了解です。よし、私はふさふさの後ろについていこう。結構いけますね、ふさふさ。大丈夫ですか、その近づいて。あー、あれか。了解です。私はこっちへ警戒しながらふさふさの位置を一旦ここにも立てて、さてと。あー、嘘、ふさふさんがやられた。地雷ですか。あ、ふさふさんが地雷を踏んで死んでしまった。うわぁ、やべえ。もしかしてこれ地雷原になってんじゃないですか。うわぁ、了解です。ふさふさんが帰ってくるまで爆弾探知機を使って私がふさふさんの死体を回収しておきます。ふぅ、怖いね、久しぶりだ。よし、爆弾探知機を取りに行こう。よし、爆弾探知機を取ってきた。さて、確認しに行くか。ふさおさんの死体がどこかわからんな、しかし。どこにあるのか。おっと、今のところ反応はしないな。どこだ、どこだ。おっと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 、反応する。反応するね。反応する。こっちダメだ。おっと、この辺り一旦ちょっと周り捜索してみるか。だいたい木の根元とか埋めてるんだ。ここはないか。よし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 。この近辺はないようだ。この石とか怪しいな。あるね。あるある、あるね。ダメだ、ダメだ。ここはあるわ。この辺りが少し危ないのか。おっと、ふさおさんの荷物が。おーっと、危ないね、この辺り。この辺りもあるか。そうか、ふさおさんが死んだポイントあたりは、何箇所か埋めてるのかもしれない。くそ。地雷原になってるな、これは。よし、一旦いろんな角度から確認した後、ふさふさの荷物を回収していこう。いやー、近いねー。しかし、ふさふさの荷物も反応してるのかもしれん、これは。一旦、目視で確認しながら近づいていって、アイテムを動かした方がいいか、これは。判断できないな。よし、見るか。これで見ていくか。埋まってれば出るはずだ。
うん。違うね。大丈夫。大丈夫、大丈夫。よし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 。うん。大丈夫だな。見たところ、盛り上がりはない。うん。明らかに、違う場所があるはずだ。よし、一旦これ動かしてみようか。よし。一旦これで、金属は動かせたか。わからんな。よしよしよし、大丈夫だ。大丈夫大丈夫。一旦踏んだ場所は覚えておかないと。もう一度そこから戻らなければ。あー、ないね。あの物資の下にあるかと思ったが、ないな。やはり物資に反応してただけか、これは。うん。どれ？大丈夫そうだな。一旦これでふさおさんの荷物がすべて回収できたと思う。うん。しかし武器がないな。武器どこ行ったんだ？怖いなぁ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。探知機がないとダメだ。怖すぎる。ダメだね。ないな。サオさん、武器がないですね。なぜ武器がないんだ？よし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 、少しずつ少しずつ。武器が、どこかに。武器、違うか、今のは。あった。よし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 。ふぅ。さて、サオさん、物資の回収が終わりました。一旦戻ります。よし、これでフサオさんの帰りを待って、もう一度進んでいくか。よし、一旦フサオさんが戻ってきたので、爆弾探知機の使い方のレクチャーを今、フサオさんに行っている。フサオさん、わかりますか？一旦、そうですね。フサオさんのこの防弾チョッキで、音の感覚を少し感じてみてください。どんな音が鳴るのか。それでおそらく大丈夫なはずです。あれ、音出てないですよ。あ、出てる、出てますね。どうです？そうです、そうです、そうですね。その音が鳴ったらもうやばいです。それやばいですね。それもうめちゃめちゃやばいってことですね。OK ですね。大丈夫ですよ。行きますか。行きましょう。ふさおさんが今、爆弾探知をしながら進んでいっている。ふさおさん、なんでそんなちょっとしか行かないんですか。怖い。ははは。さあさあ、大丈夫です。もっと歩いても大丈夫ですよ。全然。はい。もっと歩いても全然大丈夫。全然ちょっとしか行かないじゃないですか。全然進まないじゃないですか。さあさあ。もっと歩いてください。さあさあ。そんなにビビらなくても大丈夫ですよ。さあさあ。ビビってるな。さあさあ。おっと。さあさんが、地雷を発見したらしい。わかりましたか？おー、いいですね。私はここで、身の安全を確保しながら、しっかりと観察しておきますので。ありますか？おっと。今、ふさおさんが爆弾を掘り起こしている。素晴らしい。おー。怖いですね。それは怖いですね。よし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 、あと少しですね。おっと、掘り起こせましたか、ふさおさん。なんと、ふさおさんが爆弾を掘り起こした。おっと、これは手作りの地雷だ。おっと、ではふさおさん、解除をお願いします。よし、これからふさおさんがこの爆弾を解除して、どうなるか。どうです、どうです。おっと、どうだどうだどうだ、いけるか。いや、まだ解除してる、ふさおさん。おお、解除できた。なんと、なんと、素晴らしい、素晴らしすぎます。やったやったやった
った。よし。よし、この調子でどんどん解除して、まずはこの拠点の周りを見ますか。穴の開けれる壁があるかどうか。了解です。どんどん進んでいきましょう。おっと、ふさおさんが今、扉の前でさらに新たな地雷を発見。そして今それをふさおさんが掘り起こして、そして私は身の安全を守りながら、ふさおさんを観察している。ふさおさんは今疲れて掘るのを一旦休憩しているようだ。さて、どうでしょう、ふさおさん。出ましたか？なんと、小さい。あら、これは無理ですか？うわ、手作りじゃない小さい地雷が出たとのことなので、これはもう撃ちますか。これは了解です。わかりました。僕が狙撃しましょう。見えるかな、でも小さい地雷。一旦ちょっとこの辺りから見てみます。ちょっと距離が怖いな。さて、どこだ。なんとなく、あった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 、見えました見えました。じゃあ草尾さんが隠れたらいけません。よし、あれを私が狙い撃ちます。よし、よし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 、行くぞ。ガン、よし、やった。ふう、こべやりました。ふさおさん、どんどん進んでいきましょう。おっと、ふさおさんがさらに奥を確認していったところ、奥に何か怪しげなシェルターなどを発見したらしい。わかりました、ふさおさん、僕も行きます。なんだ今、一瞬動物の声がしたような。よし、まあいいか、一旦ふさおさんの方。ん、なんだ、ドローンが、あ、ふさおさんか。ふう、焦った。ふう、よし、ふさおさんのところへ歩いていこう。安全な動線は今ふさおさんによって確保されている。あー、あれか。あ、そのシェルターですか。トラップがある。なんと、なんと、それは危ないですね。あー、釘トラップ。なるほど、釘トラップが。壊しますか。釘トラップは斧で壊せません。うん、なるほど、シェルターが、あ、ある、あるある。あ、釘トラップに、あー、串刺しトラップもあるな。うわー、これちょっと除去しますか。ここも反応してますね。これですね。これはワイヤー解除でいきますか。解除できそうですか。無理。バグ。なんと、バグで解除できない。うわ、うわ、奥の方にもあるな。うわ、これ危ないですね。一旦まずこの辺りをきれいにした後、壁見ますか。よし、一旦この辺りをきれいにした後、開けれそうな壁を発見。うん、正面が二重になっており、あとは鉄壁になっているため、今の物資は開けることができない。ここなら開けて中に入れるだろう。ここにしますか。了解です、わかりました。ではここをやっていきます。よし、クレーマーも持ってきた。あとは仕掛けて撃つだけだ。うん、よし。おっと、ふさおさんが一回トイレに行くと。了解です、私がここで警戒しておきます。なんだ今、動物の声が。何かいるな。クマ、イノシシか。ダメだ、今奴がかかって誘爆してしまうと私のクレーマーが全て爆発してしまう。どこだ。いかん、持ち帰ろう。やばい、やばい、来た。くそ、よしよしよし、よし、やった。あぶねえ。ふさおさん、トイレに行ってんのか今。あぶねえ、危なかった。
もしこの辺りに仕掛けてる地雷で誘爆したらもう終わってたわ。危ねえ。危なかった。お、ふさおさん戻ってきた。ふさおさん、見てください。ふさおさんがトイレ行ってる間に、クマがふさおさんに向かって突撃してきました。このクマが地雷にかかったりしたらもう僕ら終わってましたよ。ええ、やっときました。私がクマを撃ち殺しておきました。では、やりますか。では、行きますね。行きます。よし。うん。よし。よし。やった。うん。壁が壊れる気配ないですね。なんでだ？そうそう、なんか、ちょっとおかしいですね、これ。おかしいですよね。明らかに割れてるほどの数のクレームは使っているのに開かないというのは。これはおかしい。ふさおさんが今シングルモードでダメージの確認をしに行ってくれている。その間に私は待機しながら敵拠点の様子を確認中。おかしいな。しかし、なぜ壁が割れないのか。よしよし。ああ、そうか。ログインし直したから、また木が湧いてるのか。木を切っておこう。邪魔だ。おっとっと、危ない。ここはあったな。よし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 。よし、この木も切っとくか。あっ！嘘！そうか。目印が、サオさんがいないから見えないんだった。Let's just walk away.